この者の座標は宇宙ステーションから発信されたものじゃない。こんな時にまだそんなこと気にしてるの？うちらの目の前にいるのは生きた人間、これだけは間違いないでしょ。心拍、脈拍ともに弱いな。美月、人工呼吸の準備を。え、うちが？うちは経験不足だから炭鉱がやってよ。待って、起きたよ。大丈夫？うちの声は聞こえる？自分の名前は覚えてる？それは相当まずいね。頑張って思い出せない？あんたの名前は。よろしく頼む。俺は炭鉱、こっちは美月なのかだ。この宇宙ステーションは反物質レギオンの襲撃に遭い、俺たちはアスター所長の依頼を受けて救援に来たんだ。壊滅のナヌークの手下だよ。あんた運がいいね。一番危険な絶滅タイクンは近くにいないし、ここにいるのはあっちこっちで悪さしてる幽閉たちだけみたい。うちらがすぐに侵入者をやっつけるから心配しないでね。そうそう、ピンクの髪で背はあんまり高くない可愛い女の子、ミス・ヘルタが代理社長に任命したの。あの子威厳がなさすぎるよ。ここのスタッフでさえ彼女の名前を知らないなんて。主制御部分に戻るんだ。アスター所長と避難した研究員がそこにいる。請求列車も近くに止まってるよ。だからモンスターの襲撃は心配しないで、うちらがこのピンチを解決するから。うちと炭鉱は請求列車の乗員だよ。よろしくね。列車とミス・ヘルタは親交がある。だから俺たちは時折ここに少し泊まるんだ。もし何か問題が起きれば正義の列車組が必ず手を差し伸べるんだよ。え、見たことないの？たまに宇宙ステーションに列車が来てるでしょ。神秘的な列車で開拓のアイウォーンの力を宿している。宇宙を渡り歩くことができるものだ。主制御部分に戻ったら見せてあげるよ。お前は美月と一緒に行け。防衛課のアーランとの連絡がこの付近で途絶えた。俺は彼を探して連れ戻す。そっか、分かった。気をつけてね。そうだ、これを渡しとくね。レギオンは宇宙ステーションで好き放題してるから退路も安全とは言い切れない。護身用に武器は持っておいた方が安心でしょ。ただのアドバイスだよ。大丈夫、あんたにはうちがついてるから。たくさんあるでしょ。これらはいわゆる器物。ヘルタはこういうものを集めるだけ集めて使わないんだ。だからどれも埃をかぶってるの。意味わかんないよね。
いつら逃げてきたんだ。うちが懲らしめてやるから見ててね。うちの出番。即戦即決で行こう。あんたの番だよ。始めようか。くらえ。動かないでね。今祝福してあげるから。即戦即決で行こう。おお、人って見た目によらないんだね。あんた戦闘に慣れてるじゃん。後で真ん中のエレベーターから下に降りて主制御部分を目指そう。道は知ってる？あれ？そういえばあんた宇宙ステーションの制服を着てないけど、本当にここの人なの？記憶喪失？やっぱり怪我してるみたいだね。まあいいよ、もう聞かないよ。行こう、うちが無事に送ってあげるから。うちがいるんだから負けないよ。うちに出くわすなんてついてないね。いや。うちの出番。始めようか。あんた、うちに出くわすなんてついてないね。うちのとっておきをくらえ。
わかった。ううん、エレベーター壊れてるみたい。ボタンが反応しないの。ここに万能な炭鉱先生がいればよかったのに。炭鉱はね、不思議なことをたくさん知ってて、エレベーターも直せる。それは俺でも無理だ。なんでここにいるの？どうしてうちらより早いの？別の通路を通って一つ上の階から来た。ちょうど監視室からお前たちが見えたんだ。アーランは監視室にいた。少し負傷していたが、命に別状はない。見つけたんだね。アーランはこのエレベーターの動かし方を知ってるかな？防衛課の責任者だから知っているだろう。じゃあ彼と合流しよう。意味はない。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。逃がさない。どけ。騒ぎを起こした。始めようか。くらえ。争いに意味はない。今だ。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。貴様たちは仲間なのか？そうだよ。うちもこの人も請求列車の乗員だから安心して。ああ、ミス・ヘルタが支援に来るよう要請したのか？ただの偶然だ。ミス・ヘルタが列車に依頼した遺物を入手したため、約束通り届けに戻ってきたに過ぎない。それがまさか襲撃現場に出くわすとはな。なんで反物質レギオンに目をつけられたの？あいつら宇宙ステーションをターゲットにしてて、星の地表には全く興味なさそうだけど。俺にも見当がつかない。レギオンの到来は不審な点が多い。ステーション内の防衛システムが突然ダウンし、しばらくしたら奴らが現れたんだ。お嬢様、アスター所長はまず人員を避難させ、俺は避難者の援護を任された。だが最後に油断してしまってな。自分を責めるな。お前は足と利き手を負傷している。ここに身を隠してレギオンとの交戦を避けたのは
十分に冷静な判断だ。そうそう、ほとんどの人は避難したし、今の課題は主制御部分に戻って反撃することだよ。だからそのエレベーターの使い方知ってる？起動できないんだよね。避難完了後、レギオンに主制御部分へ攻め込まれるのを防ぐため、エレベーターの権限は一時的に遮断されたんだ。アスターお嬢様から俺を探すよう依頼された時、解除用の暗号キーを渡されなかったか？確かカードを1枚渡されたような。美月、どこにしまったか忘れちゃった。おい、あった、あった。お前というやつは